ネルテン・ハルデンベルクは、ドイツ連邦共和国にダーザクセン州、ノルトハイム軍に属すフレッケンである。ネルテン・ハールデンベルクは、ネルテンの森の西の張菓子部沿いを南北に流れる、ライネ川の谷に位置しており、南は、ボーベンレン、北は、軍庁所在地のノルトハイムに接する。大学都市ゲッティンゲンは1 0トル南にある。北西、約2 0トルに、ゾリングがあり、 北東約3 0トルから、ハルツ山地が始まる。ネルテン・ハルデンベルクとその集落内で、いくつかの小川がライネ川に注ぐ。ハルステ川、ベンデ川とローデバフハ川、エスポルデ川及びベーバー川である。ボーベンデン、ハルデクゼン、モーリムゲン、ノルトハイム、カトレンブルクリンダウ以下の集落が、ネルテン・ハルデンベルクの地区に属す。ネルテン・ハルデンベルク周辺の定住は、 出土品が示すように、鉄器時代にまで遡る。この地域は8世紀初めに、マインズ司教によって、キリスト教家された。ライネガウの高台に位置するノルトガウに位置する、この村は、不況の出発点として、好都合であった。その上、中世のハルスター軍用道路とライネタール街道との分岐点に位置する、この場所では、古くから、都市の位置が開催されていた。 この世紀の中頃には、聖マルティ二教区教会の石が築かれた。800年から1000年までの間にネルテン近郊の来年ホルツに城塞が建設された。995年にこの村が初めて文献に記録された。その60年後に聖ペーター修道院が設立されている。1 9 9 8年と1103年にマインズ司教ルートハルトが、 ネルテンに滞在した。この頃、城塞は剣道に改築された。この改造については1105年の文献に初めて記載されている。また、ネルテン城塞帳区が創設された。1500年頃にはこの城塞帳区はアインベックを包含し、西はゾリングからリッポルツベルクとハンミュンデンとの間付近を境界としていた。また、南はヘデミュンデン。 フリートラント、ルステンフェルト、エッツェンボルンまでを管轄した。その2年前に主体な修道院が設立された。ネルテンは女裁長所在地であり、この地方の行政中心となった。城塞は1287年にマインツ司教から貴族のハルテンベルク家とロスドルフ家に担保として出された。1303年、フレッケン特権が ハルデンベルク家に移譲された。1346年にこの町は修道院と共に完全に破壊された。1357年にハルデンベルク家の当主が城塞の所有者として現れた。ネルテンは1360年にフランクフルトの都市特権を有する都市となったが、1365年に再び破壊された。 おそらく1369年から1389年までの間に市場庁の再建が行われた。こうした事情は市場税の納付や通関税の引上げなどから研究がなされており、ネルテンは記述の2つの街道に面する位置にあることで利益を得ていた。このことが公益の刺激が市催庁区の設立など町の社会資本に強い影響を及ぼしやすい傾向を 形成していたと考えられている。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1654、1658年頃のハルデンベルク城とネルテンの町1599年と1616 16年に大火が起き、それぞれ町のかなりの部分が消失した。1700年に白尺家の穀物種の蒸留所が設立された。 ネルテンでは1717 17年から年3回の市場が開かれるようになった。マインツ市教はハルデンベルク家のネルテンにおける所有権と裁判権の請求を1744年に最終的に認可した。1812年に修道院は解散した。1851年、ハルデンベルク家の貴族裁判権は解消され、 1852年から1859年まで、ネルテンは王の直轄地となった。1854年にネルテンはハノーファー南鉄道のルートに入った。1873年にネルテンに製党工場が開業した。1885年の行政改革により、ネルテンはノルトハイム軍に属すフレッケンとなり、その区裁判所が裁判を管轄することとなった。 1894年にカトリックのマルティーニ教会が新しく建設され、10年後にプロテスタントイコールルター派の教会が建造された。1928年から1929年に市町村管理報酬制規則に基づき、マリエンシュタインとハルデンベルクがネルテン・ハルデンベルクに統合された。この際の法令は当時のプロイセン宰相オットー・ブラウンと 内務大臣、アルベルト・グルツェンジンスキーによって議会を可決したもので、一方では地方の民主化を、他方では自治体の管理自費の削減を意図したものであった。1947年にライアースハウゼン近郊のローデタールで、肥料工場、ケーニヒス・ハルヒンデンブルクが活動を再開した。1958年に重要な南北の交通軸の一部となる。 アウトバーン A7 号線のネルテンからノルトハイムの区間が開通した。1974年に地域再編、行政改革がなされた。1987年にフランスのボンドフルトの姉妹自治体協定が締結された。おそらくネルテンに起源を持つと考えられる貴族家、ネルテン家は中世後期に断絶した。最後の頃は 近隣のゲッティンゲンに拠点を置いていたと考えられている。千年頃にはマインツ大司教の領主代行として引き賊の一門がネルテン城に寄った。この一門は一貫した家族経営、領土経営に成功し、ネルテンで土地と権利を取得した。彼らはその後、その城がハルデンベルクにあったことにちなんで、 フォンハルデンベルクと称するようになった。現在もこの町にはフォンハルデンベルク家の末裔が住んでいる。この一門ではプロイセンの最小で国家改革を推進したカール・アウグスト・フォンハルデンベルクが特に有名である。ハルデンベルク上址ネルテン・ハルデンベルクでは毎年ブルクトーナメントが開催される。これは国際的な障害飛び越し競技の 重要な大会である。ネルテン・ハルデンベルクには、射撃ハウスやテニスコートをはじめ、多くの体育館や競技場がある。SSV ネルテンイコール・ハルデンベルクは、アンデア・ビュンテで、サッカーのホームゲームを行っている。近郊には36ホールのゴルフリゾートもある。6年ごとに、伝統的な出展ホフが何日にもわたって、開催される。この祭りは、木曜日に、 出展ホフを掘ることから始まる。祝祭テントでの様々な音楽イベント、喧嘩、大規模な祝祭パレードなどが行われ、出展ホフを丸くと広場に埋める花火大会で幕を閉じる。伝統的な金のムチ牙、障害飛び越し大会は、毎年夏に上司の麓で開催され、世界の乗馬界のエリートが参加する。この大会が閉幕する土曜日の晩に行われる、 白から発射される大規模な花火大会は特別な経験である。ネルテン・ハルデンベルクには穀物種上流所、ハルデンベルクビル AG の本社があり、南部の工業地区には工業用グリップ製造、表面加工技術のスペシャリストである、ローデ AG がある。リュトゲン・ドーデ地区にはジュース製造のバッカースベスターが本社を置いている。これらの文献は翻訳元である、 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。